マーク・イン・デリカートはアメリカ合衆国の俳優。ABC のテレビドラマアグリー・ベティではヒロインであるベティの老いでファッションにうるさいジャスティン・スアレスを演じている。ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。フィラデルフィアで演技指導を受けた後、ニュージャージー州リングッドのデュプリー・スクール・オブ・ミュージックに通う。8歳になってフィラデルフィアのウォールナット・ストリート・シアターの舞台に立ち、 地元の CM や CBS のテレビ番組、ハック、シャペル、S ショそしてアグリーベティなどに出演している。なお、彼は現在演劇専門の高校に通っている。ディズニーチャンネルのスイートライフでハイスクールミュージカルをテーマにした特別会に出演し、二人のメキシコ人から見たアメリカンドリームを描いた映画イリーガルスーパーマンにも出ることになっている。 2008年10月27日、ウィケットデーの5周年コンサートでバックを演じ、好評を博した。また、2009年2月23日にガーシュウィンシアターで行われた、リファイングイニクアラティでも同じ役を演じた。ありがとうございます。